光がどのように屈折するのか見てみましょう。丸い容器の下半分に水が入っています。見えやすくするため水には少し色がつけてあります。レーザー光を水面に斜めに当てると水に入るところで屈折します。こちらを入射角、こちらを屈折角と言います。入射角を変えてその時の屈折角の変化を見ていきましょう。入射角0度の時は向きを変えずにまっすぐ進みます。入射角が大きくなるほど大きく屈折します。入射角が60度の時、屈折角は40度になりました。空気から水に光が入る場合は屈折角の方が入射角よりも小さくなります、はい、この入射角と、屈折角にはある決まりがあります、はい、そこでこのような円を描いてみました。この長さを A、ここの長さを B とします、はい、この A と B は、入射角屈折角の角度の大小に応じて変わっていきますけども、どんな入射角で入れてもこの A と B の長さの比は一定になります、はい、この比つまり B 分の A ですけども、はい、これを屈折率と言います。先ほどの実験では A が6センチ、B が 4.5 センチメートルでした。したがって計算すると約 1.33 になりますけども、はい、これを水の屈折率と呼んでいます、はい。